大事だね。おい大事っていうか、非常に興味のある展開が繰り広げられております。さあ、それで続けてまいりました。この2人のですね、さあ、ロンっぽいコスチューム、もっちゃりしている方がですね、ボンバーを打つと、それに対しますね、ちょっと色々音ですが、この2人ですね、来週行われます。さあ、ボンバーオフの選手、前の女性の6番の選手と参加しました。人間のね、競技大会でベルトを落としてしまったんですが、その勢いでね、爆発力は今の衰え知らずといったところでありましょうか。さあ、しかし、それに対しても5分といってもね、まだ試合では、ね、デビューして間がない爆発なんですけれどもね、戦いさん、上がる機会が非常に増えております。資源が屈指の経験を持ち出しておりますと、なっております。今はさあ、そしてですね、さあ、青コーナーサイド、大久保と後藤が2人がかりで攻撃を仕掛けようと、しまっております。さあ、そして2人がかりで、
今度はサニーちゃん、サニーちゃん振ってやから上から来いや。今度はさあゾーンに入るや。ここはカットの成立。Oh,
本番、来週8月11日東成区民センター大会、虎鉄ボンバーで俺たちにしかできない熱い正々堂々とお互いの気持ちをぶつけた熱い試合しようぜ。でも一つ、今日勝ったのは虎鉄や。おい虎鉄、おい、今日確かにカウント3つ取られたけど、でも俺は負けたと思ってないぞ。おい、次の8月11日俺たちにしかできない。おい、燃えて燃え尽きてもまだ足りないぐらい熱い試合だ。そして勝つのはこの俺や。谷口、ついにお前のベルトの挑戦権までたどり着いた。いよいよ来週11日だ。谷口、今さら何も言うことはない。お前はめちゃくちゃ強い。そんな強いチャンピオン谷口秀明から来週シングルベルトを奪って、俺が谷口秀明ももっともっと強い新たなチャンピオンになるからな。来週お前に勝ってそのベルト任せてもらう。大久保さん、大久保、やっと昔のあの時の元気な大久保亮太が戻ってきてくれて俺は嬉しいぞ。お客様どう思うだろう。こんなワクワクするタイトルマッチねえよ。ああ正々堂々やろうぜ。よろしく。よろしくお願いします。そしてまだ
し来週の東成区民センター大会チケット買ってない方は必ずこの後あそこの物販でチケットを買ってこの夏一番暑い支援の夏のビッグマッチにご来場ください。お待ちしてます。ありがとう、熱い声返しを。手のことを悪い今日だけは俺に決め出してくれ。 OK、 これだけはやらせてください。最後、もう前説から見たらお分かりですよね。一発でいきましょう。8月11日シングルベルトを巻いてこの夏支援の主役になるのは、せーの、はい、前哨戦今日勝ったのはこの俺、鋼鉄や。いよいよ来週8月11日東成区民センター鋼鉄ボンバー過去一番強いベストコンディションでボンバーオグノあんたを倒して鋼鉄がこの夏一番熱い男になるからな。よし、いよいよ来週8月の11日東成区民センター大会、谷口の持つ、シングルベルトに挑戦。もう今更何も言うことはない、今この団体で一番強い谷口のベルトを取って8月新たなシングルチャンピオンになるのは、そう、うん、聞こえてる、聞こえますね。もっともっと大きな声でいきますよ皆さん。8月の11日新たなシングルチャンピオンになるのは、もっともっと声出して、はい、大久保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 、もっと大久保、はい、大久保、はい、おい、おい、こと、おい、楽しいな、おい、楽しいな、お前とやり合うのは楽しいけどよ、おい、負けたら楽しくないね。おい、次、来週か。おい、お前とついに1対1や。おい、しっかりとな、今日の、負け倍にして俺がしっかりと取り返したからな。俺らで熱い熱い俺らにしかできない戦いやってやろうぜ。大久保よと、やっとやっとあの時の顔つきになってきたな。ああ、俺嬉しいぞ。俺からこのベルト取ってみろ。俺はまだまだ負ける気がないし、あんたより強いからな。楽しみにしとけ。